優勝は、中国の山東省賃貸市出身の柔道選手。階級は 78kg 超級。身長1 8 2センチメートル体重 128kg。2005年のアジア選手権 78kg 超級では、杉本美香に敗れて2位だったが、無差別では3位となった。地元で開催された賃貸国際では優勝している。以降、グランプリ、賃貸を含めて、 今大会では7回の優勝を果たした。しかしながら、この階級には、東文や畑茜などより活躍していた選手がいた、ことから、なかなか代表にはなれなかった。その後、東文が国際大会に出場しなくなった2013年には、ワールドマスターズで優勝を成し遂げた。2014年には、グランドスラムアブダビでも優勝を飾ったにもかかわらず、 世界選手権代表の座は逃し続けた。2015年にはアジア選手権で優勝を果たし、ワールドマスターズでは2連覇を飾っている。8月の世界選手権では決勝で日本の立本愛を指導にで破って優勝したが、2016年のリオデジャネイロオリンピックでは準決勝で金メダルを獲得したフランスのエミリアンデオルに敗れて銅メダルに終わった。 2017年の世界選手権では、決勝でアサヒナ、朝日奈紗良と対戦すると、指導1を選手されるもその後に偽装攻撃とも取れる、巻き込み技を幾度となく仕掛けて、手数を積み、指導2を取り返して勝利して2連覇を果たした。その実績が評価されて、国内オリンピック委員会連合から、最優秀女性選手賞が贈られた。イフ世界ランキングは2650ポイント、 獲得で9位。ありがとうございます。